アラーウッディーンテキシュは、ホラズムシャー朝の第六代君主。ホラズムシャーの称号に加えて初めて、スルターンを称した、第四代君主イルアルスランの長男。1172年3月に、父が死んだ時、ホラズムの東、スイル川下流域のジャンドにいたが、ホラズムの宮廷を預かる、父の未亡人が、実種のジャラーアルッディーンスルターンシャーを擁立した。 敵主は弟の即位を認めず、カラキタイの支援を受けて、ホラズムを奪還した。スルターンシャーは、母と共に南のホラーサーンに逃げ、セルジューク町のホラーサーン君主サンジャルの求心で、その死後にホラーサーンの支配者となっていたムアヤドアイアパを頼った。1173年に首都ウルゲンチで、 自ら即位を宣言した敵種は、王位をめぐる争いを優位に進め、翌1174年には、ホラーサーンに攻め込んで、アイアッパを廃止させた。スルターン・シャーンはさらに難化して、アフガニスタンのゴールアーサーに逃れ、今度は、王位争いに勝利したて、騎手と仲違いした、北維人の助けを受けて、ホラズムに入った。敵種は、ウルゲンチにこもって、守備を固め、ホラズムを守り切ったが、 スルターンシャーはそのまま北大人の援助により、ホラーサーン北部の都市メルブを奪い、再び、ホラズムシャー朝は南北に分裂した。兄弟はこれら周辺勢力まで巻き込んで長く、抗争を続けるが、1189年になって両者は、こうは、スルターンシャーは、敵主の王位を認め、敵主は、ホラズムシャー朝の統一君主として、正式に、スルターンに即位した。敵主は、 ホラーサーンの統治を固めてさらに西のイランへの進出を開始した。1192年にはアゼルバイジャンを支配するアタベク、政権イルドユグユズアサの要請を受けて、イラン中央部まで兵を進めたが、弟のスルターンシャーがウルゲンチを伺っているとの報を受けて、ホラズムに帰った。翌1193年、スルターンシャーが没し、ホラズムシャー長はようやく統一を回復する。 1194年、敵主は改めて、イランへと進出し、中央イランの霊近郊で、イラン西部を支配する、セルジューク朝最後のスルターン、トゥグリル3世を廃止させ、イラクセルジューク朝を滅亡させた。この遠征によって、ホラズムシャー朝は、東部イランのホラーサーンから西部イランのハマダーンまで、支配領域を広げ、アッパース朝のカリフ、ナーシルに正式にスルターンの称号を認めた。 1198年には再び、イラクに遠征し、バグダードまで支配下に収めて、カリフを非後下に置く。その後は、イランの各地で勢力を持つイスマー・イール派勢力との交渉に明け暮れ、1200年に病没した。敵種の成功は、初期には、北大人、後には、アラル海北方のトュルク系遊牧民カンクリア、キプチャクの力が大きな役割を果たした。 敵主の妻の一人でルるケンハトゥンは、カンクリの出身であり、彼女の生んだアラーウッディーン・ムハンマドが、敵主の後を継いで、第七大君主に即位する。敵主の第二西方に拡大したホラズム社長は、カンクリの力に支えられた、ムハンマドの下で東方に拡大し、 王朝の最大半島を実現するが、わずか2代の急速な勢力拡大は統一された軍隊と安定された支配を築くことができず、モンゴル帝国の攻撃デモロクも崩壊することになる。ありがとうございます。